台の脇を進んで境内に入ります。境内に設置された案内板に向かいます。国指定重要文化財の本殿について永禄7年1564年に建立されたことなど、その特徴が詳しく説明されています。拝殿に向かいます。拝殿の向こうに見えるのが本殿です。